北アイルランド、北アイルランド、北アイルランドは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、イギリスのアイルランドと北東部に位置する構成要素の一つである。北、アイルランドについては、イギリスのカントリー、プロビンス、州、地域など様々な表現がされている。アイルランドと北東に位置するアルスター地方九州のうちの六州からなるため、 アルスター6州とも称されている。2015年に6州を廃止し、新たに11行政区が設置された。アイルランド島で、アイルランド共和国と国境を接している。面積は1万4 1 3 9トル、首都は東岸に位置するベルファストである。1920年に成立したアイルランド、東地方によってアイルランドは南北に分割され、それぞれに自治権が付与された。 その後に発生したアイルランド独立戦争の講和条約である AI 条約に基づいて南部26州によりアイルランド自由国が建国されグレートブリテン及びアイルランド連合王国より分離した際は北、アイルランドも自由国の管轄内に含まれていたしかしアイルランド自由国で内戦が始まったため AI 条約の条項に基づいて 北アイルランド議会は自由国からの離脱を表明して、連合王国に留まることになった。19世紀にアイルランドが、グレートブリテン及びアイルランド連合王国へと併合されて以来、アイルランドにおいては、ユニオニスト、イギリスとの連合維持を主張と、ナショナリスト、イギリスらの独立を主張の対立が続いていた。アイルランド全土がイギリスに支配されていた時代から、 北アイルランド地域は、グレートブリテン島からの植民者が多数を占めており、ユニオニストの勢力が強かった。1960年代後半になると、アメリカ合衆国の公民権運動の影響を受けて、社会的に差別を受けていたカトリックの一人一票を要求する社会運動が活発になったが、プロテスタント主体であった北アイルランド政府はこれを抑圧、情勢は緊迫化し、 深刻な分断と対立が発生した。以降、1990年代前半まで、IRA 暫定派をはじめとするナショナリストと、ユニオニスト型の紙幣組織と、政府当局、英陸軍、北アイルランド警察とが、相争う構想が続き、地の日曜日事件など数多くの武力弾圧や、テロによって、数千名にも上る死者が発生するなど、北アイルランド紛争と呼ばれる事態が生じ、 社会と経済の混乱は極めて過熱なものとなった。1990年代になると和平への道が模索され始め、1998年になるとユニオニスト及びナショナリスト政党、紙幣組織とイギリス、アイルランド両政府によってベルファスト合意が形成され、これに基づいて全政党が参加する北アイルランド議会が設置された。 この功績によって、恩健派政党の党首であるデビット・トリンブルとジョン・ヒュームにノーベル平和賞が授与されている。過激派によるテロが収まったことを受け、シティグループや富士通など外国企業による新たな直接投資が相次ぎ経済成長を遂げている。1960年代に北アイルランド問題が発生する以前、本土の政党との関係でいうと、アルスター統一党が 保守党に代わり、アルスター自由党が自由党に代わり、それぞれストーモンと議会、旧議会を支配していた。北アイルランド労働党については、本土の労働党と強い協力関係を有していなかった。このほか、アイルランド統一を掲げるナショナリスト党と新兵員が活動していた。1960年代の後半から1990年代に、かけ、 宗教差別を発端としたユニオニスト、ナショナリスト両勢力の私兵組織が騒乱やテロを繰り返す、いわゆる北アイルランド問題が巻き起こり、1972年にストーモント議会が廃止されて、イギリス政府による直接統治が始まった。この社会的混乱に、各政党も強い影響を受けた。アルスター統一党は、サニングデール合意を批判して保守党との関係を、 断絶した。アルスター自由党は自由民主党へと衣替えしたが支持を失い、現在同盟党の姉妹政党に落ち着いている。回答された北アイルランド労働党の一部の議員によって社会民主労働党が決闘された。近年になり、イギリスの主要政党が北アイルランドの選挙に参加しようとする動きが見られる。保守党は1980年代の終わりから候補者を 送り出しているが、ほとんど支持を得られていない。自由民主党は、同盟党を支援している。現在の北アイルランド政府は、1998年のベリファスト合意によって設立が決定されたが、2002年から、機能を停止している。同時に設置された北アイルランド議会も、一時は、党派間の対立によって、機能停止に追い込まれた。2003年の北、 アイルランド総選挙においては強硬派のシンフェインや民主統一党が恩健派以上の票を獲得するなど政治的対立が先鋭化する傾向も見られる。2007年3月26日にはシンフェインと民主統一党との間で自治機能を同年5月8日より再開させることで合意が形成された。北アイルランド議会における主要政党や その議席数、二千七年三月時点については、北アイルランド議会現議会を参照。イギリス会員の総選挙においては、人口比に従って、全六百四十六議席のうちの十八議席が、北アイルランドに割り当てられている。二千十七年イギリス総選挙によって決定した、現在の議席数は、民主党一党が十議席、シンフェインが七議席、無所属が一議席で、 社会民主労働党とアルスター統一党は議席を失った。シンムフェインの議員は女王への宣誓の拒否、統一アイルランドを政党政府とみなす、などの信念から議会に参加していない。2017年の総選挙の結果、どの党も過半数を得られなかった。ハングパーラメントために、保守統一党政権は民主統一党との格外協力協議を始めた。シンムフェインに対しても、 民主統一党に対抗して党員すべきという批判が上がるなど、両党への注目はにわかに高まっている。次の11の行政区からなる。ベルファスト以外には、ロンドンデリー、ニュリー、アーマー、リスバーンが主要都市として挙げられる。世界遺産に登録されているジャイアンツコーズウェイとコーズウェイ海岸をはじめとする観光地も多い。北アイルランドの経済規模は、 イギリスの4地域中で最小である。主要産業は造船、ロープ及び繊維製造などであったが、次第にサービス業が占める比率が増加している。北アイルランド問題により長年の停滞を経験したが、近年ではイギリスとアイルランド共和国両国の好景気を受けて、失業率が改善するなど落ち着きを取り戻しつつある。 人口あたりの GDP は19,603ユーロであり、北西イングランド地方やウェールズよりも多い1986年に17.2%にも及んでいた失業率は現在4.5%にまで減少した。労働者の特徴として他の英国内地域に比べて長時間勤務を行っていること、収入について精査が少ないことなどが挙げられる。 2001年に行われた調査では、北アイルランドの住民のうち45.5%がプロテスタントであった。この中には、長老派、アイルランド性公会、メソジストなどが含まれている。それに対して、カトリック教徒は40.3%であった。その他の13.9%の住民は特定の宗派、宗教を有していない。他の調査によると、 住民の38%が自身をユニオニストであると規定し、同様に24%がナショナリスト、そして35%がどちらにも当てはまらないと回答している。全体の59%は長期的な視野に立った英国による北アイルランド統治を是認すると述べ、22%が統一アイルランドの形成を支持している。態度が不明確な層が存在するのは、 北アイルランド同盟党が一定の指示を受けていることからも裏付けられる。最近の選挙においては54%が親プロテスタント政党に投票し42%が親カトリック政党へ残りの4%がそれ以外の政党に投票している。2005年以前に生まれたすべての住民にはアイルランド共和国の市民権が自動的に与えられていた。これは ベルファスト合意を受けて2001年に制定されたアイルランド共和国の国籍法の条項によっている。ベルファスト合意においてはイギリスとアイルランド両国が北アイルランドのすべての住民にアイルランド人またはイギリス人となる権利を与えるとある。現在でもこれは大多数の住民に適用されている。歴史的な経緯から北アイルランドでは イギリスとアイルランドの双方に由来する文化が見られる。言語は英語の他にアイルランド語とアルスタースコットランド語が公用語として認められていい。アイルランド共和国ではアイルランド語の復興運動により多くの国民がアイルランド語の知識を習得しているが、北アイルランドでは復興運動は乏しく2011年の調査によるとアイルランド語の多少の知識がある人の割合は11%。 読み書きが可能なレベルではわずか3.7%にとどまっている。また、アルスタースコットランド語はさらに少数派で、読み書きが可能なレベルの割合は0.9%に過ぎない。現在では、中国系移民の増加を反映して中国語が2番目の母語集団となっている。この地域を象徴するものの一つとして、アマの花がある。食事には特に特有のものはないが、 アルスターフライという朝食が著名である。ベーコン、目玉焼き、ソーダパン、またはポテトパンからなる。盛んなスポーツとしては、サッカーやラグビーユニオンが挙げられるが、カトリック系住民の間では、ゲーリックゲームズ、ゲーリックフットボールとハーリングの人気も高い。サッカー北アイルランド代表はこれまで、FIFA ワールドカップに3回、UEFA 欧州選手権に1回出場しており、 60から70年代に大活躍した名選手、ジョージ・ベストは北アイルランドの出身である。サッカーの少年向けの国際大会であるミルクカップも開催されている。ラグビー・アイルランド代表は北アイルランド及びアイルランド共和国との合同チームであり、世界的な競合チームの一つである。ゴルフではローリー・マキロイが2011年の全米オープンを皮切りに メジャー選手権を4度制したほか、クレアム・マクダウェルが2010年の全米オープン、ラレン・クラークが2011年の全英オープンで、それぞれ優勝している。スヌーカーでは、アレックス・ヒギンズ、1972年、1982年、とデニス・テイラー、1985年という二人の世界チャンピオンを輩出している。モータースポーツでは、ジョン・ワトソン、 年間総合順位の最高は1982年の3位とエディアーバイン、同じく1999年の2位という2人の有名 F1 ドライバーを生んでいる。セーフ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。